スプライン曲線とは、スプラインを使用して表現された曲線のこと。スプラインとは、区分多公式のこと。数学的な背景や曲線当てはめのようなモデルの、推定といった側面もあるが、図学や造形デザインで使われることが多い。スプライン由来であるスプラインは、製図などに用いられる一種の自在定規で、しなやかで弾力のある細長い板。 平面上の通過すべき点でたわみを支えると、それらを結ぶ、滑らかな曲線が得られる。これは、弾性エネルギーを最小にする曲線で、数学的には3次、スプライン曲線となる。1次、スプライン曲線は、一般に、線形補完である、折れ線グラフとなる。7区間からなる3次、スプライン曲線の例、コンピュータグラフィックス等では、ここで述べる。 伝統的なスプラインに沿った手法ではなく、次節の B スプライン曲線が使われていることが多いので、そちらを参照のこと。一般に N 個の制御点があるとき、その全てを通る N-1 次多項式による多項式保管が可能であるが、ルンゲ現象などといったうまくない現象が伴うことが知られている。そこで、前述のようなスプライン、あるいは運形定義による、 作図のことを考えてみると、それらによる禁似では、必ずしも曲線全体を一辺に禁似しているのではないことがわかる。そこで、ある制御点や区間に対し、その前後の数点だけから禁似し、全体としてはいくつもの多項式による曲線をつなぎ合わるようにした曲線が、スプライン曲線である。なお、そのようにして望む点を通る曲線を得る保管法を、 スプライン補完といい、有限要素法に応用されている。一般に N 次スプライン曲線は最高を次として N 次の多項式を用いたものである。N 次スプライン曲線の0時から N-1 時までの同関数はすべての点において連続である。3次スプライン曲線の場合。 単点における二次動関数を例とすることにより、各多公式におけるすべての係数が求まる。これらの係数を求めるには、連立方程式を解く必要があるが、見え対角行列を扱う問題に帰着するので、計算量は少なくて済む。また特に、由来であるスプラインは、曲率の次乗積分が最小となるような三次曲線と考えられ、その意味で、特に三次、 スプライン曲線が代表的であるとも言える。コンピュータグラフィックス等では、こちらの方が、もっぱら多用されている。B スプライン曲線は、前節までで述べたようなスプラインとは異なり、制御点を必ずしも通らないスプライン曲線である。ベジ曲線と B スプライン曲線といったように対比される場合、3次、B スプライン曲線のことが多い。また、端の制御点が、 曲線の端点でもあるような場合は、端の制御点を多重ノットとした、一種の非一用 B、スプライン曲線である。ナーブスは、B スプライン曲線を、さらに一般化したもので、カナダドルツール等では、ナーブスがサポートされていることが多い。山本哲郎、数値解析入門サイエンス社、サイエンスライブラリー現代数学への入門14、2003年6月、贈呈版。 ISBN4781910386 ボルフラムマスワールドキュービックスプラインありがとうございます